もっと聞いてね MBS。 本当は構ってほしいけど、果たしてお役に立てようか。夜のしじまに出会った我ら、おそばにそっとで結構です。福島信弘のどうぞお構いなく。こんばんは、 MBS アナウンサーの福島信弘です。福島信弘のどうぞお構いなく、今日は月に一度の生放送です。皆さんお元気ですか？私は病気です。風邪をひきまして、咳が止まらないんですね。ちょっと今日は声もガラガラっとした感じでありまして、まあハスキーな声の魅力ってのはあると思うんですけど、こう不可抗力で出てしまうハスキーさというのはね、あまり魅力的じゃない場合が多いですね。そういう意味では今日はお聞き苦しいところも多々あると思いますし、下手すれば咳込む部分もあると思いますので、その辺は覚悟して聞いていただきたいと。それが嫌だという人はもういつも言いますけれども、スイッチを切っていただきたいと、ね、他のチャンネルに回してくださいという、ね、どうぞお構いなくということでお送りしてまいります。さあ生放送ですよ、ね、まあ、来週からといいますか明日からですか、ゴールデンウィークがスタートする、最大で9連休になるという方もいらっしゃるそうですが、そんなゴールデンウィークに差し掛かる今ね、このラジオを聞いてくださっているあなた、本当に素晴らしいですね。そして今こうお仕事をしながら聞いているという方、本当に偉いと思います。もうこういう、ね、方がいらっしゃらないと我々は本当におまんまの食い上げになってしまいますので、ありがとうございます。私も働いております。これも仕事ですからね。風邪ひいているけれどもちゃんと仕事していますので、ね、気持ちよくわかりますので、私の方が先にあの家に帰るかもしれませんが、それもどうぞお構いなくということでお楽しみください。さあ、今夜は進行表のない生放送なんですが、この番組では番組へのご意見、極楽リクエスト、そして普段どうぞお構いなくと思っていること、こちらをお送りください。宛先を申し上げます。メールは fuku@mbs1179.com です。ファックスは大阪06-6809-9090番までお送りください。たくさんのメッセージをお待ちしております。またこれらのお便りの中でですね、詳しくお話を聞きたいという場合もありますし、まあ一人で喋ってるとちょっと寂しくなる部分もありますので、深夜ですのでね、こちらの番組から電話をしてもいいよという方は電話番号をメールに、またファックスに書いて送ってくださいますようにお願い申し上げます。お便りを紹介したすべての方に番組オリジナルのおかまちゃんポストカード、これは飯炊き釜のキャラクターなんですが、をお送りします。さらにですね、今日は生放送ですので番組特製の焼き印を施した革のキーホルダーも、こちらも、ほぼ皆さんにお送りしようと、よほど気に食わない内容じゃない限りは、お送りするつもりでおりますので、ぜひともどしどしお送りください。そして、生の時だけ575、こちらもありますね。大募集しております。テーマは復活です。復活が入りました575、たくさんご応募ください。お願いいたします。私がこれはいいなと思った方にはお金5000円をプレゼントいたします。さあ、それでは生放送の時は必ずやっております出血を取ってまいりましょう。いつもお便りファックスメールありがとうございます。それでは常連の皆さんのお名前を読み上げます。ミッシーさん、円和樹さん、寿司カレーさん、野田藤子さん、宮古寺海賊さん、ゆうこりんさん、ライトゴロさん、おびきゅうさん、なにわファイターズさん、豊田佳代子さん、すみのりさん、マリーアンコロモチさん、松山ゆり子さん、茶屋町ペイさん、ツッキーさん、まこやんさん、のんきなじじさん、通勤特急河原町ゆきさん、ネオンテトラさん、れいこさん、もみじまんじゅうさん、迷子のことらちゃんさん、なべぶたさん、のりさん、崩れそうの管理人さん、うぽうぽさん、悩めるおっさんさん、それでもメタボさん、ラジオ部屋の怪人さん、きたさん、たまちゃんさん、キムチの達人さん、以上の皆さんを常連と認定しておりますので、聞いている方または、はいというね、何か返事を送っていただくようにお願いいたします。あーしんどい、もうね、咳がね本当にもう出そうで出ないと。一応今ね、咳止めの薬ですとか、それから抗生物質みたいなものをね、一応この間病院行ってもらってきたので飲んではいるんですけど、これ薬を飲みますと副作用ですか、頭の中がこうクラクラしましてね、もう眠たさもこれ増してきますしね、ましてやこんな時間ですから。本当に今日は野球が押さなくてよかったですよ。だからちょっとついてるんですね。で結構運が悪いってこういう感じですね。
そういう週に限って風邪をひくし、そういう時に限って早めに野球が終わるっていう意味では、こうバランス取れてんだか取れてないんだか、やや運が悪いっていう小凶みたいな状態で、ラジオ放送を行っているような状態なんですけど、これね、あの嬉しい、情報が入っておりましてですね、先だってこれ出版されたラジオ読本2017という本がこれ出たんですね。陽性者というところから出ている本でして、2017年の5月の19日発行になっておりますので、本来はまだ発行されてない、はずなんですけど、まあ、これ出版業界で1ヶ月ぐらい早くなりますのでね、に出ているものなんですが、ラジオ読本2017、すごいですよ。ラジオは今最先端の生活メディアだということで、人気のあるラジオのパーソナリティの方や、番組を作っているスタッフの方が、こういう番組は面白いんだ、この番組を聞くべきである、今ねラジコのエリアフリーでどこにいても聞ける状態になっていますので、そういうことをこう言っているという、そういう本なんですが、で、あの悔しいけど面白いラジオ番組という特集がありましてね、でその、番組を実際に作っているスタッフの方が、これは面白い番組だと他局のものを褒めるという企画、まあ、いわばその一流シェフが行く、美味しいお店みたいな感じですよ。そういう特集を組んでいまして、その中でこれまあ当たり前だけど MBS ラジオのスタッフが、自局番組をこう押しますという中にですね、3つ番組を押していまして、ありがとう浜村淳です、これはもうしょうがないですな、もう帝王ですからこれはもう当然です。で、2本目がエビ中なんやねん、これもねその東京の人たちがこう関西の魅力を知っていくという意味でも、またアイドルの番組でもありますので、大変注目をしてほしいということもよくわかる。そして肝心なのこの3つ目ですね、金曜の深夜25時10分から26時と書いてありますが、今日はそうじゃないけど、福島信弘のどうぞお構いなく、これを、閉局として押していきたいと、編成、ラジオ編成部の宣伝担当の、北野さんという人が書いているんです。これはもう私はこう社内政治を一生懸命やっていきたい人間の一人ですから嬉しいですね、これも本当に嬉しい。ただもっと嬉しいのはその横、見開き隣なんですけど、 ABC ラジオのですねラジオ局編成業務部の夜な夜なプロデューサー鈴木陽平さんと読むんだろう、鈴木陽平さんという方がですね、他局の番組の中でこれは素晴らしいとおっしゃっている番組がこれ3つあるんですけど、もう大体皆さん分かってきたと思いますけれども、第3位がどこもおさかんほっと100と読むのかな、これ80じゃない100と読むのかな、どこもおさかんほっと大阪って読むのこれ、どこも大阪ほっと100ですか、と読む、これ FM802 の番組、これも他局ですから どうでもいいです他局ですので、ほっと100というそうですが、正確にはこれが、第3位に来ているね。で2を飛ばしまして、で第1位がですね99の岡村隆史のオールナイトニッポン、これ日本放送大人気ですよ、歴史のある番組ですし、もう日本のラジオを代表する番組と言ってもいいんじゃないですか、もう今ね、でもう第2位、これも大事、これ大事です、第2位ってのが大事ですからね、福島信弘のどうぞお構いなく MBS ラジオ、これが第2位になってます。素晴らしい、めでたい、これは嬉しい、風邪ひいてるけどテンションが上がりますね、こういうのはね。じゃあ何がいいのかということなんですけど、同エリア内の番組では福島信弘のどうぞお構いなくをよく聞いています、ありがとうございます。番組冒頭の前工場、かかる音楽、扱う話題、福島アナウンサーのしゃべるテンポ、すべてがマッチして番組の雰囲気を作り出して素晴らしいと思いますという、ちょっとぼんやりした評価をいただいているんですが、褒めていただいていることには変わりないので本当に気持ちがいいですね。私は最近 ABC ラジオよく聞いておりますよ、酸いも甘いも大好きでよく聞いていますし、明日も土曜も前回楽しみだなと、思っていますし、前回出ていただきました越前谷氷太さんがね出ていらっしゃる、ピタッと、あれもいい番組ですよ、もちろん上泉さんのねええなーもええなと思いますけれども、ピタッともピタッとくるなと思うところもあります。まあこれはやっぱりね、これからラジオというメディアはねどんどんこう衰退の一途なんじゃないかみたいな話もある中で、どこかネット
ットとのこの何ていうんですか、接続の良さみたいなものが最近注目されるようになっていましてね、いろんな芸能人の方が最近こうこのラジオで喋るようになって、ラジオが好きだという一流の俳優さんですとか芸人さん、タレントさんが増えてきている部分もありますのでね、ラジオ注目されていきますから、その中でこの MBS ラジオが誇る番組としてですね、そのこう責任を負ってですね、この夜中にですね、いろんなこう普段の嫌なこととか愚痴を言っていこうと、そういう気持ちでラジオに向かっている次第であります。気合入ってますよ。だからそういう意味じゃ、この風邪だからといってね、寝込んでる場合じゃない。こうもう誰か後輩に頼もうかと思った部分もあるんですよ。なんかちょっと熱が出てきたような気もするし、変なおかんみたいなのもするし、手汗もすごいし、なんかよくわからない状態なので、森本くんお願いって言おうかなと思ったりねしたんですけど、最近あれですからね、その MBS の新人でもないですけども、3年目ですから、アナウンサー、若手のアナウンサーの中の筆頭格ですが、森本翔太、藤林敦子、それから玉巻恵美、この3人がですね、ギャレント、火曜日水曜日木曜日かなの早朝の、4時41分とかからね、スタートしている一人語りの15分番組があるんですよ。丸月丸日始まりましたという番組があって、これをですね、新人が3人それぞれ集合体でねやってるんですよ。15分一人音もなしで、バックの BGM 引かずにこういう感じで喋る、これはねすごくいい経験になると思うんです。もう喋りを鍛える上ではすごく大事なことですし、いろんなね、身の回りにある情報に対して常にアンテナを高く上げましてね、お客さんはどういうことを聞きたいのかということを考える、放送に出るっていうことはどういうことなのかということをね考えるという意味ではすごく大事な番組だなと思っている一方で、私はですね、この番組の大ファンでですね、すごく何回も聞いてるんです。昨日放送されたものの中でも、3、4回は聞いてますね。会社への出勤の途中、行き帰り、行きに2回、帰りに2回聞いてます。で、後輩のアラを探すという作業をしてるんですね。でこれ別にいじめたいからやってるわけじゃなくて、悪いところがあるぞということを言って先輩風を吹かすためではなくてですね、後輩ができていないことは、あ、自分もこれできていないなと気づくことが多いんです。ですからこれを今やっていて、特に、男性アナウンサーである森本翔太アナの放送に関しましては、15分間の放送を2日かけて文字に起こしたりしましてね、全文をこう文字に起こすんですよ。で、あ、ここは同じ言葉が重複しているなとか、ここでは論展開が、行ったり来たりしているなとかね、これは語彙の間違いだな、喋り方がここはおかしいなということを考察する。で本人には伝えないということをこうやっている。もう敵ですからね、こういうことを向こうも始めた以上は。同じ社内とはいえ、まあ一緒にねこの番組作りをして、また放送局として盛り上がっていかなきゃいけない、まあ、そういう意味では仲間ではあるんですけれども、ある意味ではもう敵ですからね。深夜早朝の枠をどっちが取るかみたいなところになってきますので、もう戦国時代ですから、はい、いくら後輩とはいえ、そこはもう目の敵にしてぶっ潰してやろうと思っておりますので、ということでもないんですけど、そういう思いでねやって聞いています。また皆さんもぜひ聞いて、忌憚ないご意見をですね送っていただけたら嬉しいなと思うんですけど、何ですかね、こう風邪をひいて薬を飲んでいますので、副作用でよく舌が回る気がしますね。いろんな言葉がだから普段よりもなんかこう素直に出てくるのかな、酔っ払ったような状態にちょっとなってるような気がします。メッセージがたくさん届いております。ネオンテトラさんからいただきました。いつもありがとうございます。野球での時間の遅れが少なく、ほぼ定時で聞くことができる上に、タイガースが勝利したので気持ちよくお構いなくのオープニングを聞けております。めでたいですね。いいこと続きですね。やっぱり月に1回の生放送は、聞く側のリスナーの立場としても放送前からの気の入り方が違います。やっぱり生放送は大事ですね。丸月丸日始まりましたは言っときますから、あれ収録ですから、こっちは今生放送でやっておりますから、本日も生放送を楽しませていただきますね、かっこ笑いという。ネオンテトラさん、ありがとうございます。東住吉区豊田佳代子さん、常連の方です。こんばんは、待ってました。いつもはタイムフリーで聞いていますが、今夜は睡魔と戦いながら起きていますよ。
ありがとうございます。やはり生放送はいいですね。臨場感があって自分がその中にいてワクワクします。今夜は20分遅れくらいで助かりましたということですね。私としても大変助かっています。大阪府高石市にお住まいのラジオネームひまわりさん、58歳の主婦の方。木曜日うわちゃんの番組で鼻声でしたが風邪ですか、それとも花粉症。朝晩はまだ冷え込むので風邪をひかないようにゴールデンウィークも通常勤務ですもんねと。よく聞いていらっしゃる。その通り、見事ご名答です。風邪ひいております。はい、ちょうど、木曜日の上泉さんの番組に出た時が、あ、風邪ひき始めちゃったな、どうしようかな、ちゃんと病院行かなきゃなと思っていたぐらいの時ですね。そこから悪化が続いていますね。はい、ありがとうございます。そして、こちら、ですね、何はファイターズさん、いつもありがとうございます。遅いお勤めお疲れ様です。ゴールデンウィークに突入しますが、予定が5日のオリックス対日ハム戦を観戦予定以外は全くない状況です。もうでもいいじゃないですかね、遊びに行く楽しい予定が入っている。サッカーの観戦やまた肉フェスにも行きたいですが、財布また懐との相談もあるので本当にマイッチング状態です、というなにわファイターズさん。ああ、肉フェスですか。最近は肉ブームというね、よくわからないブームが来ていますね。明治時代以来じゃないかというふうに思いますけどね、この肉ブームって。もう今ブームって言ったらそれで終わりだから、そういう意味ではお構いなくブームですよね今巷は。はい、空前のお構いなくブームですよ。だってラジオの専門誌で取り上げられること、これ2回目ですからね、言っときますけど、ラジオ読報2017で取り上げられる前にケトル、やっぱりラジオが好きという、ラジオの特集を組んでくれました、あのサブカルチャーが好きな人がよく読みそうな雑誌、ここでも取り上げられていまして、これは声を大にして言いますけれども、局アナセブンに私は選ばれてるんだよ。日本の局アナっていっぱいいるけど、その中の7人のうち1人ですよ。こう勲章もらっていいレベルですこれは。そうですから、これはもう声を大にして言っておきますけれども、お構いなくブームが確実に我が国に到来しておりますので、その自覚を持って聞いてください。ラジオネームおびきゅうさん、東京都にお住まいの方。無事寝落ちせずに聞いています。風邪ですか。そういえば浜村さんも声を枯らしていますね。お大事になさってください。くしくもこの番組のスタッフは浜村さんと一緒に仕事をしている人がほとんどなんですけど、浜村さん風邪ですか。あ、風邪だそうです。いやー、浜村さんでも風邪をひくんですね、あれだけのね名人でも。でも休んだことないですよね。夏休み取ったりします、しませんよね。浜村淳さんはやっぱりそういう意味では本当に素晴らしいですね。MBS 一押しのね浜村さんですからね。何回も言いますが、そこと並んでますから、うちは。はい、そういうことを大事にしていきたい。寿司カレーさん、64歳、いつもありがとうございます。野球の延長で2時でも3時でも聞いてます。寿司カレーさんは本当にまあ偉いですね。よく聞いてますよね。常連ですからということですけど、風邪を早く治してください、という、ありがとうございます。ゆうこりんさんからもいただいています。羽曳野市の方、風邪のところお疲れ様です。4月の28日は私の誕生日でした。あ、おめでとうございます。もう嬉しい年齢ではありませんが、良い一日となりました。ほう、どんな一日になったんでしょうね。ミッシーさん、福島さん、こんばんは。今日はタイガースも気を利かしてくれたのか、試合が比較的早く終わって良かったですね。全くですよね。今チキンラーメンを食べながら拝聴しています。締めはご飯を入れて雑炊にいたします。ああ、そう、あれね、麺、あの即席麺にご飯を入れますか、皆さんどうですか。私は入れないんですよ。入れるの普通ですか。今なんかその即席麺を食べた後にご飯を入れることが前提となったカップ麺が出てますね。この間スーパーで見つけてびっくりしましたけど、あの いいのそんなことしちゃってみたいなところはありましたけどね。それだったら麺を倍にしてくれよって気もしないではないんだけど、いいですね。チキンラーメンたまに無性に食べたくなることはありますね。タイガースが気を利かしてくれたんですかね、どうなんですかね。さっきもちょっとみんなで喋ってたんですけど、プロ野球が好きな方、プロ野球ファンの方には大変申し訳ないんですが、ちょっとあのね、ダラダラ試合しすぎじゃないですか。うん、あまりこういうことを言うと批判の電話とかメールが殺到するんじゃないかという思って、言わない方がいいかなとも思うんだけど、今日は風邪の副作用で本音が出ております。
あれガム噛むなよとか思ったりしますよね。ゆっくりゆっくり歩いてバッターボックスに入ってくるんじゃないよと思いますよ。そのゆったりとしたテンポでやるのもいいけど、高校野球の高校球児の頃だった気持ちを思い出してくださいよ。あのテンポの速さね、どれだけ速いんだと思う。あれはちょっと速すぎるところもあるけど、もっとゆっくりやらずに早めに早めにやっていただくのもいいんじゃないですか。だってもう最近テレビのね、野球の中継なんてほとんどちゃんと放送できてないですよね。これ野球ファンの方からしてもあまり良くないと思いますからね。そういう意味ではプレイヤーの皆さんもね、こうポンポン試合を運ぶというそのテンポっていうのはあるんでしょうけど、自分のそのあるんでしょうけど、締めるところは締めていこうよ、締まっていこうよぜって言ってたでしょ、高校生の時は。締まっていこうぜ、そういう意味では。あるいは5回ぐらいにこう短くするかですよね、どっちかの対応を。まあ、こういうこと言うと絶対野球ファンの方からものすごく苦情の、メッセージが来るんだろうなと思うから逃げるように曲をかけます、高田渡さんのファーストアルバム、これ私大学生ぐらいの時に買ったやつなんですけど、何かかけたいなと思って。亡くなって12年経ちますか、結構経つんですよね、高田渡さんの名曲を聴いていただきましょう。それではまあ代表曲ですが、自転車に乗ってをおかけしましょうか。それではお聞きください。高田渡さんで自転車に乗ってです。高田渡さんファーストアルバムご挨拶より自転車に乗ってをお聞きいただきました。高田渡さんのこのゆったりとした雰囲気、深夜に聞くと眠たくなるんじゃないかなという心配もあることはあるんですけど、やっぱりまあ心地いいですよね。メッセージがどんどん来ております。常連の方が大変多いです、ありがとうございます。レイコさん、風邪気味の中頑張ってくださいということです。神戸市東灘区のうさぎさん、頑張ってくださいということです。京都府舞鶴市のボロンチョあーちゃんさんからいただいています。前回の越前屋氷太さんがゲストでいらっしゃったのが非常に楽しかったと。20年前ナイトスクープや深夜番組をよく見ていました。深夜番組ではボサボサの長髪のカツラ姿、和装スタイル懐かしかったです。ともあれ本当にお体大事になさってくださいということです。越前屋氷太さんのことが懐かしかったというメッセージが何通か来ていましたね。私は結局越前屋氷太さんは誰だったのかがよくわからないままに放送が終わったという印象で、若干もやっとしているところはありますし、また聞いていた方の中でもそういう意見もありました。越前屋氷太さんは越前屋氷太さんであるという、唯一無二であるということが言いたかったんだと思いますね。西宮市のパイネルラブさん、出席のご挨拶ですということです。ちょっと眠いですと。私もなんだか本日の夕方から喉がイガイガの気配なんです。咳とか、鼻声とか眠いとかということなんですね。どうぞお構いなくなんとかラストまで聞きますとおっしゃってくださっています。ありがとうございます。でも早く寝てくださいね。風邪は寝るのがいいと思います。私も明日はお休みかな、ちょっと仕事が少なかったと思いますので、極力寝る時間をたくさん取ろうというふうに考えているところです。私のどうぞお構いなくと思っていること、生放送はですね、できるだけ皆さんのメッセージを読むということに徹そうと私は思っておりますので、どんどん送ってくださいね。私のどうぞお構いなくと思っていること、こう王道のメッセージは大変ラジオらしくていいですね。笠井勇さんからいただきました。笠井氏の方ですね。私のどうぞお構いなくと思っていることは2チャンネルやウィキペディアです。2チャンネルやウィキペディア、ほう、そうですか。悪口や嘘が書かれていても全く気になりません。逆に他人から見たら私はそう見えるのかと楽しくさえなりますということです。これちょっと不思議なのは、笠井勇さんというペンネームの方ですが、この方は有名な方ということだって。ウィキペディアに、あれウィキペディアって皆さんご存知かどうか分かりませんけど、別にあの有名な学校大学の先生だとかどこかの編集部の人、出版社の人が書いているわけではなくて、一般の、いわゆる市井の方、世の中に普通に生活していらっしゃる方の中でそういう百科事典を編集したりすることが好きだというご趣味の範囲、仕事じゃないわけですよね本来。もう趣味の範囲ですごく
細かく丁寧に書くというものなんですよね。ですから、まあ、なんていうんですか、別に有名じゃないものも項目として書かれる場合があるんですが、これがですね、かなり自治が行き届いていて、ウィキペディアメディアコモンズだったかなとかっていう、こうグループがあるんですよ。で、全然有名じゃない、例えば一般の個人の人、別にテレビにもラジオにも出ていない、新聞で何を言うわけでもなければ、本を書くわけでもない人が書かれた場合に、これは重要な記事ではありませんねって言って、そうだそうだという意見が上がって消えるっていうことが多いと言いますか、そういうシステムになってるんですよ。ってなりますと、この笠井勇さんはウィキペディアを書かれるような人ということでしょ。で、2チャンネルでも悪口を書かれるようなことをしている方ということでしょ。誰だ、何をしている人だ、有名な人、誰、タレントさん、ラジオで喋ってる人、失礼になるかもしれませんが、その辺も別に読みませんのでまた送っていただけたら嬉しいなというふうに思います。ちなみに私は悪口や嘘が書かれているとすごく気になるタイプで、このウィキペディア2チャンネルっていうのはもう定期的に何回も何回も読んでいます。ツイッター上で悪口が書かれていたりすると、それを書いた人物がどういう人かということを特定しようとする人間の一人ですので、気をつけてくださいね。ちなみにこのお構いなくのウィキペディアがないんですよ、項目が。これ私が以前やっていた番組である歌の朝市は項目として立ってるんだけど、どうぞお構いなくはね、ないんです。困りますね、これは。ウィキペディアコモンズの皆さん、どうなってるんですか、その辺は。誰か書いていただかなきゃ困りますよ。という中でですね、メッセージが届いていまして、姫路市のラジオ部屋の怪人さん、わいつも本当に、よく聞いてくださってありがとうございますね。今日は生放送ですね、楽しみにしていますということなんですが、ちょっとだけ寝させてくださいって言ってます。なんで、昨日は泊まり勤務でさすがに眠たくなりましたと。なるほど、目覚まし時計は1時にセットしていますので必ず起きます、ということですので、ひょっとしたら今聞いてらっしゃるかもしれませんね。電話がつながったらいいですけれどもね。ラジオ部屋、つながりました。ラジオ部屋の怪人さん、起きたようです。こんばんは。こんばんは。お久しぶりですね。お久しぶりです。よく聞いてくださってありがとうございます。いつも、いや、もう楽しみにしてました。そうですか、はい。ラジオ部屋の怪人さんは真夜中の575がなくなったことが本当に嫌だという話でしたね。はい、それが復活しましたよ。ありがとうございます。はい、今日も送ってくれましたね。速達で送りました、手紙で全然急ぐ必要はなかったのに。いやいや、封書で届いてちょっとびっくりしました。はい、はい、送りました。ありがとうございます。はい、去年の11月でしたかね。はい、お電話したのは。はい、いただきました。あれからお変わりないですか。お変わりございません。毎週聞いてます。ありがとうございます。ボスになることも何度もありましたが、もうくじけずに毎週聞いてます。そうですね、ラジオ部屋怪人さん、ラジオ部屋の怪人さんは結構他局も含めていろんな番組に送ってらっしゃって、はい、AM、FM 全て、ね、ほぼ全局、近畿圏全部聞いてます。そんなに全部やってるんですか。はい、聞いてます。ペンネーム、ラジオネームも全部一緒ですか。いや、変えてますね。そうなんですか。はい、この番組のおなじみさんの、ラジオネームを他局でいろいろ聞くことあるんですけど、私は変えてます。使ってる部分はあるんですけど、はい、曲ごとに変えているってことですか。それか番組ですね。常連でずっとなったら、多分読まれないという部分もあるんで、はい、それと変えたりいろいろ考えながら、はい、工夫してやってます。でもこれ、はい、ね、ラジオをお聞きの皆さん分かるかどうか分かんないけど、本名と住所と電話番号が必ず載ってるじゃないですか、はい、メールって。そうですね。だからそれでバレませんか。いや、それはスタッフの方には多分バレてるんでしょうが、聞いてる人は多分全然違う人が送ってるなという感じで。そうですか。へえ、そんなもんなんですね。ね、いや、なんて言いますか、読まれたいという欲望がごつい強いかもしれないですね。いや、人一倍強いですよね。ラジオ部屋の怪人さんはかなりアピールしっかりしてくださるので、そういう意味ではこっちとしてもすごく嬉しいなと思っていますが、情報によりますとですね、好きな番組ベスト3を教えてくれるというふうに伺ってます。はい、ボードに書きました。
あ、そうなんですか。はい、ホワイトボードに今書いてじっと見てます家の中にあるホワイトボードに書いて、ホワイトボードに書きました、赤字で書きました。そうですか、はい、これはエリアとしては関西圏のみ、関西圏のみですね。なるほど、じゃあもう、はい、あの関東圏も聞いてますけども、やっぱり関西圏ですね。なるほど、あ、はい、そこも含めた上で関西圏だけが3つに絞られているということですね。ですね、はい、はい、さあこれ一体どうなるのか楽しみなんですが、じゃあ下からいきましょう。第3位は、やっぱり小森さんのてんこ盛り。ああ、そうですか、はい、てんこ盛り、へえ、これあの選考理由は、これはですね、小森さん結構あの体制批判をかなりなされて、はい、気持ちいい部分もあるんですけれども、まあ、あのちょっと聞きづらい部分もちょっと耳の痛い部分もあるんですけど、あ、鋭すぎて結構あの正直に、はい、世情を語られるというところでやっぱりあの外せないというか、あの聞きやすい部分がありますね。あ、やっぱりこの歯に衣着せぬというのがやっぱり親しみが湧きやすい、はい、なるほど、はい、第2位はやっぱり道場さんのおはパソはちょっと外せないという、はあ、ABC、ね、おはようパーソナリティ、はい、道場陽蔵です、はいはい、これもう月金ですもんね。これはねやっぱりタイガース絡みで、ずっと話されるんですけれども、結構年を召されてから自分中心でちょっと語られるところがあるんで最近はちょっとごめんなさい、ちょっと最近はABC の道場さんはちょっと聞いてないんです。あ、そうなんです。その時間小森さんの方にちょっと転換してやって。なるほど、そう、はい、すいません個人的なので。いえいえ、はい、これ時間で言うと結構 MBS も被ってる、重なってますね、時間帯と言いますか、いろいろ迷うんですけどね、割と看板の番組と被ってますよね。看板ですね、過去読まれたこともあるんですけども、結構やっぱり投稿する方が多いので。なるほど、そういうことか、はい、読まれなくなってもうあっさり小森さんの方にちょっとこう転換したという、ごめんなさい、そういう判断基準がやっぱあるわけですね、はい、これはかなりラジオ部屋の会員さんならではという感じもしますが、はい、すいません。さあ気になる、はい、第1位の発表をお願いします。はい、これはもう浜村大先生ありがとう浜村君以外にはありません。なるほど、これはもう咳出ちゃった、風邪ひかれそうですね。大丈夫ですか。そうですか、あ、はい、浜村さんやっぱり一番、これは一番です。あ、そうですか。これはね、色がないというか色があるというか、うん、いろんな人にやっぱり応援される番組ですね。へ、これもナンバーワンですね。あ、そうですか、はい、道場小森関係なしにやっぱ浜村さんといえばやっぱりナンバーワン、やっぱり、はい、関西では映画を見なくても映画を見たような気持ちになるという浜村さんはナンバーワン。なるほど、はい、そうですか、やっぱり老舗が、ね、名を連ねているという感じがしますけど、ちなみに100ぐらいまでほんまにやってほしいですね。あ、そうですね、はい、ちなみに当番組に関しては、はい、当番組何位ぐらいを私スタッフの方に、一番に挙げてもいいですかと言おうとしたんですけども、はいはい、それは下げて関係なしで考えてくださいという注釈がつきましたので。なるほど、このような順になりました。そうですか、はい、となると大体何位ぐらいに今位置しているとお考えでしょうか。マニアックなとこではもう絶対ナンバーワンですね。なるほど、部門賞をいただいているという感じですかね。はい、もう必ずこの時間で聞けるという人間は、はい、本当にラジオを愛する人しかいないと思いますので、ラジオ録の中ではナンバーワン。なるほど、はい、なるほど、ラジオ愛を感じる番組の中ではナンバー、部門賞を頂戴いたしました、はい、なるほど。ただその一方で誰が興味あるんだろうこの情報という気もしないじゃないですけどねラジオ部屋の怪人さんが選ぶこのベスト3っていうのはかなり狭い情報ですからね、なるほど。福島さん その人物像というか、テレビで見て嫁がよう見てあれしとんですけど、はい、かなりマニアックなという部分はやっぱり一致して。あ、そうですか。でこの番組の古い歌がかかってというところで、なるほど、やっぱり渋い感じがしていいんじゃないですか。そうですか、渋い感じ、はい、そうか、なるほど、ありがとうございます。渋いですね、やっぱり渋いですか。あ、はい、そうですか。いや、若い割には渋いというところでいいんじゃないですか。なるほど、はい、褒めていただいてると受け取りますね、素直に褒めてます、はいはい、そうですか。ちなみに今ラジオ部屋の会人さん何していらっしゃるんですか。今ね、ラジオ部屋で私の6畳間で、はい、ストーブをつけまして、ちょっと今日寒いですね。寒いですもんね。はい、で周り 見渡したら洗濯物と、
もろもろありまして、ソファーで座って、はあ、ボードを見ながらお話しさせていただいて、ラジオ部屋っていう部屋があって、はい、ラジオ部屋あるんです、私の部屋なんです。本当にあるんですね。 あります。そうなんだ、そこにホワイトボードがあって、はい、あります。はあ、かつてはこの周り一面、壁一面にステッカーもろもろ全部貼っとったんですけど、もう張り切りたくなりまして、一応回収しまして、今、はい、スッキリしてますけど、これラジオ部屋は私の部屋です。へえ。ここでラジオ5台、古いラジオも含みまして5台とスマホで、全部3曲ぐらい同時に聞いたりすることもある。頭ごっちゃごちゃになりません、はい、それ。なりません、なりません。整理つきますんで。そうです、はい、もう面白くないと思ったらピッと切って、面白いとこピッとつけたり、いろいろしてますんで。それ今はもう福島さんのこのもう一本でやってますので。あ、そうですか、はい、いやそれなんか仕事に生かせないのかなそれいやちょっとなんかこうね、はい、この番組のこう顧問みたいになってほしいですけどね。いいえ、とんでもないです。もう来年定年なんで。あ、そうですか。できたら、はい、MBS で掃除ぐらいで行きたいんですけど。そこまで甘くはないです、さすがに。あ、そうですか。そこまではちょっと分かりませんけどね、はい、何が起こるか分かんないから世の中、はい、ただきっとこう厳しく、はい、そうですね、ありがとうございます、はい、いやちょっと有意義なお話伺いました、ありがとうございます。とんでもないです。もういらないかもしれませんけど、あのポストカードも送りますし、いえ、あとキーホルダーもお送りしますので、はい、貯めてますんで、はい、ぜひとも大事にしてください、はい、どうもありがとうございました。いえ、お体大事にしてください。ありがとうございます。はい、ということでラジオ部屋の怪人さんとお電話つなぎました。すごい人ですね。ラジオ部屋の怪人っていうのは架空のもんだと思ってたけど、リアルなラジオ部屋があるんですね。はあ、おそらくこの番組この時間帯に聞いてらっしゃる方は相当ラジオファンの方が多いとは思うんですけど、そこまでの人はいないんじゃないかな、さすがに。いやこのラジオ部屋の怪人さんよりも私はラジオマニアだという方いらっしゃるかもしれないので、そういう方はまたメッセージ送って、バチバチやっていただいたらいいなというふうに思うんですけど、さあそのラジオ部屋の怪人さんも楽しみにしているという、真夜中の575復活しましたが、こちらのコーナー以上参りましょうか。さあこの時間は皆さんから頂戴しました真夜中の575をご紹介してまいります。今回のテーマは復活、復活です。奈良市にお住まいのミッシーさんの作品、妻の愛、ヴィトンのバッグで復活し。妻の愛、ヴィトンのバッグで復活し。お金かかりましたね。ラジオネームまこやんさんの作品、あと2日通信速度が復活だ、あと2日通信速度が復活だ。これよくわかりますね。スマートフォン、ラジコで毎日のようにラジオを聞いているとデータがどんどんね、容量がこうなくなっていっちゃうっていうやつですね。なにわファイターズさんの作品、パスワード復活できず絶望感、パスワード復活できず絶望感、こちらも IT 社会ならではという感じですね。西宮市ボールカールベイビーさんの作品、復活だとんかつ食欲メンチカツ、復活だとんかつ食欲メンチカツ。ちょっと何言ってるかよくわかんないですけどね、高知市にお住まいの鍋豚さんの作品、復活も野球と睡魔これが鍵、復活も野球と睡魔これが鍵、この575まで聞けるかというところでしょう。神戸市中央区しろちゃんさんの作品、復活も時間が経てば忘れられ、復活も時間が経てば忘れられ、たくさんの作品をいただいておりますが、そんな中で大賞を取りました。お金5000円をお送りしますのはこの方です。奈良市ミッシーさんの作品、定年の上司が顧問で復活し、定年の上司が顧問で復活し、言われて耳が痛い方もいらっしゃるでしょうし、ああ分かると共感する方もいらっしゃるかもしれません、こちら送ってくださいました奈良市のミッシーさんにはお金を5000円をお送りいたしますので、どうぞ何でも好きなようにお使いください。以上真夜中の575のコーナーでした。
いやこの五七五が復活して嬉しいという方がですね本当に多くて、それならもっと送ってくればいいのにという、気持ちが、結構あります。私の中ではなかなかあれなんですね、実際に送るのはそんなでもないっていう感じなんでしょうかね。これからもまたねぜひとも送ってください。今度の生放送の時もありますので、これもお金5000円当たりますので、テーマを後で発表しますので番組最後までお聞きください。それではここで一曲お聞きいただきましょうかね。高田渉さんのファーストアルバムご挨拶の中からもう一曲おかけいたしましょう。私が好きな歌で、大学生の時によく調子乗ってギターを買って一生懸命弾いて、これなら弾けるなと思った曲がありまして、銭がなけりゃという歌がありまして、これはお金のなかった学生時代には身の染みた一曲ですね。それではお聴きいただきましょう。銭がなけりゃです。高田渉さんの銭がなけりゃをお聴きいただきました。早いもんですね、もうお別れの時間がやってまいりますね。なんとか持ちましたね。風邪でもやれるもんですね。人間頑張ればできないことはないと思いますが、先ほどねメッセージをお読みしました、ウィキペディアや2チャンネルが気になるという笠井勇さんから追加でメッセージが届きましてですね、私のもやっとしていることはってそっちじゃない、さっき言ったこと聞いてないのかな、採用3回中2回、私は川西なのに、あ、笠井市の笠井勇さんですと読まれていること、あ、そうですか、あ、それは失礼いたしました。本当は川西ですね、よく見たら本当だ、ごめんなさい、それはもやっとしたことは謝りますが、こっちが言ったことも答えてほしいなという気持ちが正直なところです。たくさんメッセージが来ておりまして、北さん、ツッキーさん、タンポポさん、それから、マルリンさん、他大勢の方からですね、はい聞いてますというねメッセージが、いやそれは確かにそう言ったけども、何か書いてもいいんじゃないかなという気もしないではないけど、ありがとうございます。送っていただけるだけは嬉しいですね。風邪をひいていますという方もいらっしゃいますね。野球のファンの方、ニャントロさんという方、プロ野球ファンなんですけれども試合時間は3時間以内にしてほしいなと思っています。長すぎると予定が狂ってくることがあるからですということです。ですよね、みんな同じ気持ちじゃないかなというふうにちょっとだけ思うんですけど、さあ、次回ではないな、次の生放送ですね、の時も生の時だけ五七五大募集しております。テーマは油断です。この油断が入りました五七五をお送りください。宿題の提出期限は、来月の末の金曜日5月の26日までです。生放送ですので放送中に送っていただいても採用になる可能性があります。宛先です。おはがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオ福島信弘のどうぞお構いなく係まで、メールは fuku@mbs1179.com まで、ファックスは大阪06-6809-9090番までお送りください。たくさんのメッセージをお待ちしております。来週も金曜深夜の1時10分から放送です。野球で繰り下げの可能性がありますが、そのあたりもどうぞご了承ください。インスタグラムもやっております、そちらもチェックしてみてください。次回はお出かけお構いなくですが、どうぞお構いなく。